今日の散歩メカル族はインターペット2022へやってきました。インターペットは日本最大級のペットイベントで、毎年3月末から4月頭の週末にかけて東京ビッグサイト、国際展示場ですね、でやっています。すごい人ですね。今年からは駐車場付きのチケットも販売になりました。10時から会場なんですが、入れたのは10時40分でしたかね。1時間近く並びました。国際展示場の中はこうやって、様々なペットのお店、ペットのお店、お洋服だとかドッグフード、それからリードとかいろいろなものを売ってるお店が入っています。ブースがたくさん出品しています。ペットも入場可なので、皆さんお家のワンちゃん、猫ちゃん連れてきていました。本当にたくさんの種類のワンちゃんと会うこともできました。ここはお洋服屋さんですね。すごくかわいいお洋服が売っていたところなんですが、こういう撮影ブースもあります。撮影ブースも本当にお店もすごく力を入れていて、美しいですよね、この花。綺麗です。撮影は基本的にはタダでさせてくれるところが多いのですが、並んだりします。たまにそのお店で買い物しないと撮っちゃダメですってお店もありました。お洋服の他にも食べ物屋さんもあるんですが、ここはまだ映らないのかな。食べ物屋さんは比較的お洋服やリードが売ってるお店と、食べ物屋さんが集まってるお店と離れたところにありました。本当に広いので、ちょっと疲れちゃいますけどね。はい、3匹ちゃんはカートに乗ってるので疲れません。ひなちゃんは他のワンコが苦手なんですが、カートの上は比較的おとなしくしてくれてました。あ、ここは食べ物屋さんですね。試食させてくれます。本当にいろんなところで試食させてもらってました。どうせたくさん試食させてもらうので、食べちゃうだろうということで、朝ごはんはいつもの半分ぐらいにしました。ただレオくんはちょっと慎重な性格のところもあるので、あまり試食進みませんでしたね。あ、これは別の撮影ブースですね。すごくおしゃれです。ヨーロッパ風の街並みみたいですね。ただやっぱり撮影ブースは結構人が並んでいるので、カンポメちゃん全員の視線を合わせるというのはなかなか難しかったです。視線を合わせようと努力はしますが、いつまでも陣取ってると、他の人に迷惑がかかってしまうので、ある程度のところでは切り上げざるを得ませんでした。お店の他にもこうやって、トリミングとか、そういうコンテストみたいなものもやっています。これは外に出たわけではなくて、ホールを移動した、ホール間移動ですね。すごく広いので、一つのホールだけじゃなくて複数のホールでやっています。レオくんは歩かせました。はい、これは撮影ブースとはちょっと違うんですが、インターペット2022の、撮影ブースですね。あ、これは缶詰を買っていますね、パパさん。95g 300円から400円ぐらいのお高い缶詰が、税込み100円で売ってたので、たくさん選んで買っていました。レオくんはその間足元で他のワンちゃんとわちゃわちゃしていました。くるみちゃんとひなちゃんは下に置くとコントロールが難しくなっちゃうので、カートにインしたままです。これは確かケーキか何かですね。試食させてもらえるところで、2人にあげてます。レオくんにもあげようとしましたが断られました。いらないそうです。これは牛助さんのブースですね。
牛助さんはワンちゃんと入れる焼肉さん屋さん焼肉だったり、ステーキハウスだったりを展開してるチェーンなのですが、何回か行ったことあるので、嬉しくなってブースで撮影させていただきました、このビールはおもちゃで、おもちゃというか、模型です。はい、ここは違うお店ですね。何のお店かはよくわかりませんが、おしゃれなお店だったので撮影ブースで撮影させてもらっています。ココさん、お忙しいですね。くるみちゃんはいい子で写真撮られようと待っています。ジェラート、何か夢牧場ですかね、売っていました。ご飯ブースはすごい混雑で、入れなかったので、ジェラートでお昼ご飯は我慢しました。こちらは、お猫様お犬様というお店なんですかね、の撮影ブースです。白が貴重で素敵ですね。でもちょっとここでは買い物しなかったんですけどね、申し訳ないです。なかなか目線が合いませんね。今合いましたね。ここも別のお店ですね。ここは3匹乗せるスペースがなかったので、くるみとひなをまず乗せました。もうこれ最後の方ですね。2人とも疲れ果てています。もうなかひなちゃんはもうなかなか目線くれません。そしてレオくんも乗せました。レオくんも疲れ果ててますね。はい、ということで本日はインターペット2022の様子をお送りしました。まだ今日が土曜日なので明日もやっています。興味を持たれた方ぜひ行ってください。当日券も売ってます。チャンネル登録よろしくねー。